東華領純徳寺は中央の右手ンコ三東華領に属する。純徳寺は中国にかつて存在した道。モンゴル帝国及び大元ウルスの時代に現在の河北省境内市一帯に設置された。東大、近代の慶州を前身とする。モンゴル帝国第二代皇帝、オ後でカーンの治世の1236年に、州、慶州、自州、 一周の四州を管轄する刑事総管府が設置され、第五代皇帝、クビライカの治世の1262年には、刑州のみが順徳府に昇格とされ、さらに1265年に順徳寺総管府に改められた。後に、他の刑事の諸州は、公平寺とされている。1236年、オゴデイは、下北のモロジを、小、君神に分配したが、 この時、刑事は、右手ンコ三等家の党家寮とされた。右手ンコ三等家とは、オロナウル三氏族出身の農安の総称で、刑州はその中でもオロナウルケレングトブ出身の馬台と、岸陸の党家寮とされた。馬台と、岸陸の子孫はクビライが第四代皇帝門家に、南宋征服の司令官に任命されて赴任してきた時、自らの党家寮である。 慶州の統治権を委ねている。クビライが後に第5代官案に即位すると慶州の統治権は馬台と岸陸下に返還されたが、このような経緯のために慶寺の中で慶州の海が純徳寺として独立したと考えられている。主元象が明朝を建国すると純徳寺は再び純徳府とされた。淳徳寺には旧県が設置されていた。松田二千十。 57から60ページ、ありがとうございます。